8月11日日曜日でございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。もう8月2週目。はい。ございます。はい。早いですね。もう学生さんは。あ、夏休み。夏休みね。もちろん夏休み。はい。まだ宿題やってない子多いやろな。いや、まだ余裕ですよ。うん。これがあかんね。まだ余裕。まだ3分の2ありますもん。これで1週間経ってみ、まあ当たり前けど、18日やで。もう終わんねんで。そうやね。これがだから、もう今からやっとかな。ちょっとだから毎朝起きて、ちょっと焦り出すんですよね。そう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 。寝る前もちょっと焦るんですよね。まあ、考えたらでもすごいよな。なんか、丸々1ヶ月ぐらいですね。確かに。すごいことよな。うん、確かにね。あ、しかも、中学とかまでは別にバイトとかもないわけじゃないですか。そうやな。確かにほんまやな。逆になんか何していいか分かんなくなっちゃいそうじゃないですか。今もらったら、ま、あれ何してたんやろな。どうやって毎日連絡取り合って遊んでたんやろ。ああ、会社はあの頃やとあれか、駅の、あの掲示板か。いや、あったけどそれも今のコーラ分からんよそれ言うの。駅の掲示板あったよ、ほんまにマジで、黒板みたいなんでした。ひろなちゃんもわからんか。私はもうないですね。え、その文化も知らん。わからないです。だからみんな携帯もポケベルもまだない時やから、うん、その、駅で待ち合わせなーって言うて、あれ来えへんやんってなって、10分15分来えへんとか、はい、あ、急にトイレ行きたいなーとかっていう時に、その、駅に黒板みたいなのがあって、そこに、もうさっき帰ってるねとか、トイレ行ってますとか。メッセージを書くね。それってもう消して帰るんですか。マナー、え、どこ。マナー的に次の人が。あ、確かに。いやいや、多分その駅員さんが終電終わったら多分消してたよ、ね。じゃあもうガーっていっぱい書いてあるんですか。結構書いてたで。え、めっちゃ大きく書く人とかもいるんですか。おったと思うで、そりゃ。それ迷惑やな。いやいや、でもまあその書くとこなんやんみたいなのはなかったと思うけど。確かに普通に携帯があるのが当たり前の時代に生まれてるんで。そうか。確かにどうやって待ち合わせとかって。どうやってたっけな。あれ、まあ口約束やけど、まあもちろん。まあね。何時にどこそこなとかって。そうですね。まあ家電とか。ああ、家電はあったんですか。家電はあったよ。文鳥とか文鳥使ってたのかいさ。いや、俺、その、侍の時期ちゃうで、生きてた。使ってない。使ってないよ。言ってもらわないと、ちょっと。鳩やろ、ほんで、大体。文鳥。知識もないくせに飛び込んでくんなよ。聞いたことあんのかい、前、文鳥でなんかやってんの。文鳥なんとなくニュアンスで突っ込んだけどさ。なんで文鳥。何やねん。ほんま、頼むわ。文章やから、文章やからさ、その文鳥の方がなんか出てきてしまったよな。どういう意味やねん。説明聞いても分からへん、まあ、お前のやつ。全然、まあ、その。いやね、もうどっちが、どっち、二人の悪いとこが。じゃあ、お前や、お前。アインシュタイン。山崎ひろの。キングアンドハート。キングアンドハート。どうも、アインシュタインかわいです。アインシュタインの稲田です。山崎ひろのです。お願いします。お願いします。お嬢はどうですか、この夏なんかどっか行ったりとかあります、はい、ですね。うん、まあ、考えてはいるんですけどっていう感じで、あ、そう、まあ、隙を見ていけたらなとは思ってますけど。旅行的な。はい。ほら、ちなみにどちらの方に。ロサンゼルスの方に。出た。あ、友達がいてるのよね。で、友達が引っ越したんですよ、一軒家に。おえー、すごくないそれ。でもこうちょっと都心からは外れるので、はいはい、リーズナブルなんだけど、うん、みたいな。でも家を買ったみたいで、いっちゃんええかもな。海外に友達とか友達の住んでるが、そうなんですよ、いっちゃんいいんですよ。宿代いらんしで、マイルで航空券取れるんで。うわ、仕事でただで行けんねや。仕事でマイルを貯めて、その貯まったマイルで。あれどれぐらいでいけるの、ロスって何マイル、何万ポイントぐらい。あ、でもまあ時期によりますけど、まあまあまあね、だいたい、まあ、十何マイルとか、12万マイルがあればロス往復、往復いける。うわ、ますね、で往復か。まあまあ、でもでもそれこそ
河合さんの稲田さんとかもすごい飛行機乗ってる、国内線も。俺紐付けてなかった。もったいない。マイル上げてた。はぁ、抜けてた。マイル、はぁ、マイルのポイント上げてた。上げてたじゃ溜まってなかったや。ポイント抜けてたの。なんか言うね。今どれぐらい溜まってんのやろ。でも有効期限があったりするんで気をつけてください、ね。あ、そうなん。え、マイルは有効期限がある。12万ってすごない。俺そんな溜まってないわ。でも私支払いとかも結構紐付けてたりするんで。あ、なるほどなるほど。紐付けてんのよ。俺、ジャルがもう、ロゴ。ジャルな。ジャルって。いや、関西人やから。いやいやいや。ジャルがほんま。いやいやいや。わからへんねんな。猿の言い方やねん、それ。穴はいけてんけど。いやいや、どこ入ってくんのよ。あと私、その、もう30だね。いや、ひろなちゃん。ん？もうちょっと気づいてあげて、河合さんの。俺の、穴はいけてんけどな。どこへって言うねえ。このスピード。なんて言ったんですか。え、なんて言ったこのスピード。ほっといてくれ。なんて言ったんですか。穴は入れてんけど、どこ入っていくね。聞いてなかった。聞いてここ。どこ入ってくねん。そう。今ちょっと聞き取れなかったの。聞き取れてなかったんかい。ドスが聞きすぎて。聞き取れてなかった。どこ入っていくね、あのスピードで言えるかっていう話。ねえ、すごかったですね。人生何周目か。なんかっちゅう話。なんでなんで。もう頼むわ。グダグダや。どっちの1周目。1周目。201回目がもうグダグダや。でも12万マイルってすごいね。12万ポイントか。12万。そんなほんまか？ひろなちゃん、そんな飛行機乗ることあるか？買い物とか全部紐付けてるとはいえ、12万マイルもたまるか？だって、私20代限定のカードだったんですよ。あ、そうなんね。で、もう30代になったんで、使えなくなっちゃったんですけど、若いと溜まりやすいの？ 20 代の、が作れるカードがあって、それだとマイルの確率がちょっと上がるんですよ。で、それをひたむきに20代に使い続け。そうなんや。はい、それで支払いとか。支払いをしたりとか。へぇー。ゴーもいけるからな、前も言ったけど。なんだ、前か前かよ、お前。そうなんですよ。なん、その情報しか持ってんのか、お前。マイルのこと。そうですね、マイルのことはそれしかしない。それどれぐらい行くの、ちなみに。それは、なんかその、行けるだけ行きたいな。なるほど、可能な限り。はい。それってさ、向こう行って何をしてるの、ひろなちゃん。なんか友達と行ってるのは、うん、それこそすごい感覚、ロスなんて観光スポットいっぱいあるんですけど、うんうん、私はもう別に買い物とかもいいと、はい、今もう物価もすごいし、まあまあまあ、だからその私の友達の旦那さんとテニスしたりとか、うん、テニスしたりとか、あとやりたいって言ってたのはあれです、ガレッジセールっていうのが、アメリカって結構どこの家も、その、ガレージ。エジプレイのゴリさん。じゃなくて。ゴリエのゴリエじゃなくて。どこの家も、ゴリエじゃなくて。違くて。どこのお家も、その、エンジョイプレイ。進まん。ゴリエでいっぱいになってる頭が。アブリル・ラビーンが出てくる。もう無理だ。懐かしい。それって、あれって何なの？その、飲みの市みたいなことなの？自分のお家のガレージのとこに出して、うん、フリーマン。フリーマンみたいなのを、家で、え？それこそ、いろんな、なんか、今週やろうとかで、みんな気軽にやるんですよ。地域の人で？地域の人、っていうか、もう、個人のお家で、やります、みたいな。例えば、使わないもの、なくなった服とか。とかを、こう、出しとくと、近所の人とかが、ふらってきて、買ってくれたりするらしくて。で、めっちゃ面白いと思って、それこそ日本、だとあんまりないじゃないですか、そういう文化。うん、ないですし、その、リサイクルショップに持ってくとかが、はいはいはい、あれだけど、そうね、フリマ自分家でできんのって思って、で、それで友達が結構、このパンツサンドルで買ったんだ、みたいな。その友達と旦那さんが、そのガレッジセールを回るのが好きらしくて。へで、今はその、
その時はマンションだったから、うん、できないけど、一軒家を。あ、なるほど。あ、マンションの人はやっぱりできないんや。できないけど、そう、一軒家だと自分の敷地内なんで。だから、それでやりたいって言ってて、それめっちゃ面白いじゃん、やりたいと思って。はい。だから今までは買いに行く側だけやったけど、売りに出す方もできる。できるから、私もじゃあ日本からいっぱいいらない服とか持ってくって。はい。その中にヒート&ハート入れんなよ。入れないわ。それだけはマジでやめろ。ヒート&ハート T シャツ前に。絶対ない。そんな炎上案件ですよ。なんかの、その、SNS とか見てて、たまたま、あの、外国の人のアカウント飛んだら来てるとかもないやろな。やめろ。絶対ないです。そんな。ほんまか。ほんまです。俺ら4、5枚あるから何枚か渡そうか。出そうとしてるじゃないですか。5ドルでいいか。折半、うん、折半、あ、5ドルもくれんのか。売るの5ドルでいいか。うん、どんだけ金欠やねん、お前。2500円、5枚あるからな。そう。でも今ちょっと、あ、高いんだ。150円とか。やった、そうか。そうです。1.5 倍。ラッキー。ラッキー言うてる場合ない。ドルで渡そうか。ドルでくれ。それまたじゃあ行ったらまた教えてな。あ、教えますね。その話、はい。楽しいな。楽しみですね。はい。はい。この番組はちょっと塞ぎがちな日曜の夕方を笑いと音楽で明るくしていきます。最後までお付き合いください。アインシュタイン、山崎ひろな、ヒート&ハート。この番組はボートレス振興会の提供でお送りします。アインシュタイン、山崎ひろな、ヒート&ハート、エキサイティングトーク。さあ、このコーナーではゲストの方お招きしまして、ハートを熱くするトークをしていきます。本日のゲスト2度目の登場でございます、歌手のちこさんでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回は、はい、2月、今年の2月に来ていただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まずはちょっとね、はい、最初に、チコさんのプロフィールのご紹介させていただきたいと思います。はい。はい、チコさんはクリエイターチームハニーワークスとのコラボユニット、チコウィズハニーワークスのメンバーとして、2014年にシングル、世界は恋に落ちているでデビューされました。はい、テレビアニメ、アオハライド、マジックカイト1412、銀魂シリーズなど、数々の人気アニメの主題歌を担当し、人気を博します。そして2023年の4月に行ったツアーの最終公演をもって、チコウィズハニーワークスの一時活動休止を発表されました。その後、ファーストデジタルシングル光のありかをもってソロ活動を始動、そしてソロファーストアルバムコンティニューが7月31日に発売されました。はい、はい、ということでございまして、はい、この放送は8月11日ですが、はい、今日は収録はまだ4月21日はい、ということでございまして、まだちょっと発売前なんですが、発売前ででも一番忙しい時期なのではないでしょうか。あ、そうですね、つかの間の休息があって、やっぱりこうソロ活動をして今月8月で1周年なんですよ。はい、はいはいはい、なるほど。あ、嘘です。嘘、嘘かい。今のパケイってなりました。それはそうと。7月でソロ活動が1周年で、はい、8月でデビュー10周年なんですけど、はい、おめでたい。おめでとうございました。なんでちょっとこうソロ活動頑張っていこうね、期間というか1年なんで、はいはい、結構バタバタにこうラジオだったりとか、いろんなところに出させてもらってる。はい、タイミングね、はい、どうでしたか、このソロになられて1年間、その最初の1年間は。そうですね、最初の頃はなんかこうユニット活動じゃできないことを やれるんだ、楽しみ、何やりたいかなみたいな、ワクワクルンルンだったんですけど、はい、やっぱそれでだんだんみんなと一緒に、そのスタッフのチコチームと一緒に、やっぱこう制作をしていく中で、はい、あれこれは違うかも、あれこっちの方がいいのかなみたいなのを、なんか活動しながら模索していってる、うん、勉強していってるタイミングで、はい、なんで楽しい、もちろん楽しいんですけど、その分いろんな壁にぶち当たって、うん、難しいなってしている段階です。どういうところが一番こう難しいなと感じられるんですか。あ、やっぱ楽曲の方向性とか、あ、いや、そうですね、自分をどう見せたいかっていった点で、やっぱりこう自分の中で何でもやりたいがやっぱ勝ってしまうので、それはソロで本当にいいのっていうところでつまずいたりとか、え、いいんじゃないのみたいな、割となんて言うんですかね、考えてないわけじゃないんですけど、こうそういうスタッフとのなんか
計画性が私の中であんまり ないというか、すれ違いがあったりして。なるほど、うん、そのバックアップしてくださるスタッフさんはスタッフさんで、チコさんをこうサポートしたいとかっていう気持ちと、うんうん、ちょっとまたズレがあったりみたいな、はい、そうですね、やっぱりやっぱなんとスタッフももちろん愛があって、はいはい、もちろん、活動を応援してくれてるので、はい、それはソロとしてどうなんで、あ、それは逆にやってみようよっていう、なるほど、その何ていうんですか、すり合わせ、すり合わせをそれを整えていってるみたいな時期、そうですね、なるほど。どうですか、このまあ今までバンドといいますか、このユニットでやってこられたのと、うんうん、そのソロとこのいいとこ悪いとこみたいなもちろんあると思うんですけど、あ、ソロになられて、はい、あ、これはちょっとなかったな、よかったなっていう、ライブの時に特に感じていて、はい、こうライブだとみんなこう歌っていてそばに来てくれたりとか、うんうん、一緒にステージを盛り上げてくれる、はいはいはい、けどソロになって、もちろんそのバックバンドの方はいらっしゃるんですけど、はい、うん、基本こう自分で右左に行く、お、なるほど、いつもだったらここでギターの誰々があの近くに来てくれて一緒になんか何かをやってるっていう図が一人になった時とかは、あ、これがソロと、まあ、ユニットバンド活動との違いかっていうのはあります、ライブのこの具合が全然違うっていうですね。あ、MC とか、あ、一人でずっと喋らなきゃですよね。ソロの方って、はい、まあいろんなパターンあると思うんですけど、うんうん、バックバンドの方は基本 MC の時はお話にならないんですか？ああ、喋ってくれる方ももちろんいらっしゃるんですけど、基本やっぱ自分で回す方が多いイメージです、自分でこう振らない限りは、やっぱりこうあくまでアーティストのボーカルがフロントマンで主役だからっていうので、こう後ろで見守ってくれる方が多い、ツッコミが急に入ったりとかはあんまりしないですね。あ、なるほど、そんなだから、まあ、ぐいぐい喋ろうという方もいらっしゃらないっていうことなんですね、サポートの方だと、なんか距離感というか温度感もやっぱいろんな方で違うと思うんですけど、はいはいはい、私のバックバンドの皆様はこう優しく見守ってくれる、温かく、はい、あれはあるんですか、なんかこのちょっとこのアーティストの方が MC でちょっと冗談言うじゃないですか、はい、とか言っちゃってみたいな、うんうん、後ろのバンドの方がドクドンみたいな、あります、あ、それはあるんですか、それはやっぱあるんですね、あります、あります、その私がライブでむせちゃって、はい、曲が終わった後に、はい、でそのバツナギでなんかアルペジオでギターをポロ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 弾いてくれたりとか、助けてくれました。僕あれ好きなんですよね、ライブ行った時のそのアーティストの人が冗談言った後にその後ろのドラムの人がデクデンとか、あれめっちゃ笑ってまうんですよ、シンバルシャーンとかたまにありますあれ羨ましいなと思って、ならではですもんね、そう、ならでは、ならでは、そうですね、俺らも漫才してる後ろでやってほしい、いやいや生バンド、いやボケて、いや何言うてんねんってデクデン贅沢MC はじゃあやっぱこう、あ、違うなっていう感じでした、そのやってみて初めてっていう感じですか、 やってみて初めて気づくところもありますし、逆にあの暴走しない人がいるんで、あ、自分で進められるから楽だなって思うところもあったりとか、なるほどなるほど、いいところも悪いところもどちらもある感じです。そうかそうか、暴走する方がいらっしゃるそうなんですよ、私は終わりたいんですけど、はい、でもさって入る人がいるんですよ、楽しくてね、楽しくていやでも次行きたいんだけどなみたいなのはありました。あ、真面目ね、自分のペースでいけると。そうですね、はい、このアルバムでなんかいろんな方と一緒にやられたりするっていうのはソロならではのことなんですか？そうですね、うん、もうソロになって、もちろんこれまでの活動でご縁のあった方もそうですし、はいはい、自分が活動していく中で憧れたアーティストの方もそうですし、うん、はい、いろんなクリエイターアーティストの方々が楽曲提供を今回してくださって、うん、すごいですよね。それってもうとりあえず、ね、もうあのチコさんの方からオファーをまずは、そうですね、自分が好きなアーティストのリクエストもさせてもらったりとか、はい、あとはチコチームで、なるほど、ね、この人どうっていう提案があったりとか、はい、それで進めていきました。すごいメンバーの方ですよね。はい、そうですね、フローさんとのやつもあの YouTube で見させていただきましたけど、うん、めっちゃかっこいいですね。かっこいいんですよ、うん、
はい。世代、僕、20代ぐらいの時に、もうすごい、アニメソングとかね、そういうことやられてたんで。はい。羨ましかったです。うん、いや、そのいや、ちょっとでもそのコラボする可能性がある人ならわかんない。いやいや、かっこよかったですだけでよかったよ。ちょっと嫉妬しました。なんで？お前関係ないよ。なんでアーティスト側なんですか？お前が不老さんとコラボすることはないんだよ。いや、ないんか。いや、1% でも可能性がある。1% もないわ、アホ。ゼロや。コール&レスポンスとかで。いや、いけるかもしれません。そんなコラボ言わんやろ、コール&レスポンス。言わないですか？言わないですよ。それは不老さんがコールしてくれたから、お前がそれにレスポンスしただけやぞ。いや、それもコラボやんか。そんな、あんまさ、音楽のこと知らんやつ。お前も知らんやん。何言うとんねん。何の知識もないくせに。俺と知識の量一緒やろ。さあ、そのアルバムなんですけど、ジョーさん、聞きどころというか、こういうところに注目してほしいみたいなと言って。そうですね、はい、曲は全部注目してほしいんですけど、まあ、もちろん、はい、曲は、はい、そうだと思いますけど、改めて聞き返すと、はい、めちゃくちゃ意識してやっていたわけではないんですけど、はい、やっぱ声色というか曲に合わせて自分の歌声も変わってたりするので、うん、そういったところも聞いてもらいたいなと思います。このアルバムのタイトルはどういう意味でと言いますか、はい、これはですね、タイトルもやっぱりチコさんがお決めになられるんですか？みんなで話し合って、はいはい、スタッフさんがそういえばこれってどうですかって提案してくれたので、おいいねってなったんですけ ど、 なるほど。それのきっかけも私がゲームが好きで、はい、何かこう自分の活動、まあ、自分の活動というか、はい、10周年10年やってきた中で、はい、いろんな人と出会って、まあ、時には離れてっていう流れが RPG みたいだなっていう風に感じて、でツアーも回ってるし、はい、いろんな各地でファンと会って、はい、っていうのも含めて、なんか RPG っぽいから、なんかゲームにちなんだ何かにしたいなってふわーっとファーストインパクトあって、ファーストインパクト、インプレッション、インプレッションなんかぶつかったのファーストインパクト、すいません、なんか何かをね流してしまうと、よかったです、すいません、自分に疑問を持てばです、ね、このタイミングでファーストインパクトは変すぎます、第一波みたいな、あぶねあぶねファーストインプレッション、ギリアウトですけど、ゲームオーバーみたいなところでした、ギリアウト、コンティニューです、さすが、はい、あって、はい、その中で最初決まらなくって、で各々やっぱ持ち帰ってもう一回次の会議で出し合おうかっていう時に、そのスタッフさんがそのチコさんの、 その RPG みたいっていう流れで、昔のゲーム画面ってゲームオーバーになるとタイトルに戻るかコンティニューかで選べるじゃないですか、はいはいはい、そのコンティニューってどうみたいな、うん、でその活動自体も、うん、あのユニット活動があったからこそ今のソロ活動があるから、うん、 そうですね、そういった点でもそのし続けるっていう意味では、うん、コンティニューっていうワードはすごく素敵ですよねっていうので、うん、確かにってなって、うん、コンティニューに決まりました。コンティニューのこのコンティの愛だけ小文字じゃないですか、表記が、うん、これは何か意味あるんですか、はい、このバランス見て的なことですか、チコさんの愛ですか、そうです、あ、はい、やった、そうなんです、大正解、チコさんから聞きたいね、あ、ごめんなさい、そっか、謝っちゃったじゃないですか、謝らせてくれこれってちなみに意味とかって無理だった、俺のとこ嫌いになるよ、チコさんの愛と一緒に、ね、そうなったら学ばなかったよ、私の失敗から、コンティニューの愛はチコさんの愛ですよね、そうです、はい、全員でチコさんに言わせてそうなんですよ、コンティニューにした時にあれ愛があるぞってなって、あ、そこは、はい、チコの愛と一緒に小文字にしました、おしゃれだ、それもあって、うん、はい、はい、さあそれではそんな稲田も使ってもらっていいですか、はい、なんでやねん、次のアルバムで愛入ってるからコンティのいいよ、今で愛が入ってて、うん、チコさんの愛とね揃えられるじゃないですか、うんうん、で次のアルバムのタイトル迷った時に、うん、なんか愛入ってる単語とかの方がいいじゃないですか、うん、そうですね、でな、うん、あの関連付けられるのに稲田使ってもらっていいですよって、ほんまなんかこんな時間取ってもらうほどの聞き返しちゃったからファーストシングルさあそれでは、はい、まずはチコさんの曲、皆さんに曲お聴きいただきたいと思います、曲紹介お願いします、はい、アルバムコンティニューに収録されているコラボ楽曲です、チコフローで我物語、
アインシュタイン山崎ひろのヒートアンドハート。さあ、それでは、引き続きチコさんとお送りするエキサイティングトークのコーナーでございます。ここからはサイコロを使ったトークをしていきます。白黒赤黄色緑の6色のサイコロの目にお題が書いてありますので、サイコロを振って出たお題に沿ったトークをしていただきます。チコさんへの質問でございます。得意なこと苦手なことの話、これだけ許せない話、ラブな話、ついていなかった話、グルメな話、やらかした話となっております。はい、さあ、それでは、はい、すいません、はい、下でいいんですか？もちろんです。わかりました。はい、いきまーす。はい、あ、音がすごい。なんでやろ、転がった音とは思えない。硬い人もあるんですけど、あんまりこんな音になってるの聞いたことない。マイクのパン触れましたよね、すいません。表紙着みたいな音。黄色のグルメの話。グルメ、あ、僕聞いてみたかったです、ちょうど。自炊をするので。あ、そうですか。そうなんです。あのネバネバ料理がたまらなく美味しいなと最近感じています。あ、夏ですしね。そうなんです。なんかおすすめ、あ、どうだった。いやいや、いいよ。なんかおすすめのネバネバ料理ありますか？片言の私も観光客の方、私もネバネバが好きで。ですね、あのインスタグラムで見つけたメニューなんですけど、はい、なんかオクラ、はい、もずく、もずく、もずくと梅、ごま油とかを混ぜて、なんかごま油、鶏ガラの粉末入れたりとか、はい、それでそうめんだったんですよ。うん、でもご飯もいけるなと思って、はいはい、なるほど。丼なんで、それを結構作り置きして、うん、なんか連日食べてたりしてました。なるほどなるほど。まあ冷蔵庫入れるときは2日3日ぐらいはね、いけますもんね。そうなんです。自炊はちなみにどれぐらいされるんですか？自炊はでも波はあるんですよ、はい、一人暮らしなんで。あ、まあちょっとこの立て込んでお仕事がとかっていうときはなかなかね、うんうんうん、です。でもそうですね、大体あんま外食はせず、あ、そうですか。料理作ることが多いです。外食はあまりされないんですか？しないですね。なんか値段を見てしまうんですよ。あら。で、結果、いや、作った方が安いかって言って、でも結局スーパーで3000円とか買っちゃうんですけど。まあ、でもまあ、その3000円で、こう、だいぶ作れますからね。ああ、そうですね、はい。はい。そうなんですね。確かに。作りがちです。一食分とかって考えたらね、一人暮らしで、うわ、でも、あっこ行ったら1500円とかするもんなと思って、買い物しに行ったら結局1800円ぐらいしますもんね。そうなんですよ。楽しくなっちゃって買い物が。そうなんですよね。はい。確かに。ちなみにこう、外食、もしされるとしたらどういう系に行かれるんですか？日高屋とか。あ、そうなんですか。大戸屋とか。大戸屋、お母さんに？お母さんに？お母さんに。チキンお母さんに定食。チキンお母さんに定食？いや、お母さんにだけ言うとわからない。すいません。私の母を知っていただけたと思います。ね、お父さんにも可能性もあるし、それは。そうですね。メニューにあるんですか？名前は。はい、メニューにあるんです。違います。何でしたっけ？なんか、黒酢あえ？はい。はいはいはい。あんかけのやつ。あんかけのやつね。激辛が好きとか、麺類にやめないとか、そういうのはあるんですか？その、好み的なことで言うと。辛いのは好きですけど、多分人並みな楽しめる程度の辛さですね。ネバネバがもう特に好き。今は特に好きです。はい。え、もうハマったらハマったらそればっかり食べるタイプですか？あ、そうです。B 型ですか？あ、そうです。え、怖？え、いや、B 型です。B 型の人って僕あんまり血液型に何型の人ってこうってあんまりあるじゃないですか、なんか詳しい人。はいはいはい、B 型の人は多い。あ、飽きるまでそれ食べるでしょ。うん。ゲームとか、なんか他にハマったものとかも、取り続けられる。結構僕もそういうタイプです。え、B 型？ A 型。何やねん、お前。全然違かった。ごめんな、もうデータ破綻したね。いや。これがたまにウイルスみたいなの。ウイルスみたいなやつ。ごめんね。データが破綻したね。ブスウイルス。ブスウイルスに感、ブスウイルスに感染した。今ブス関係ないから。全くブス関係ないから性格はブスなんだけど。なるほど。いや、僕それめっちゃわかります。ネバネバハマったらネバネバばっかりでしょ。ずっとです。ネバネバの中でちょっと変えるだけで、はい、
納豆とかも好きですか？好きです。あ苦手ですか？いや大好きなんですけど、うん、赤もくおすすめですよ。赤もく、赤もく、あの海藻なんか留学生いるんだよ。赤もく、赤もく、あの赤いやつか、ビラビラの。いやちゃうよ、違う、赤もく。えちこさんわかりますよ、ちゃんと。なんとなく。ね、ほら、ことはあんまないかもしれない。ほら、あのもずくとか、メカブみたいなのの、はい、うん、あの種類です。海藻です。へえ。それもネバネバで、あのむちゃくちゃ栄養価高いんで。そうなんですね。はい、ぜひ。はい、わかりました。食べてみてください。はい、おすすめです、本当に。はい、赤目。赤目。はい。じゃあもう一個ぐらい行きましょうかね。はい。はい、ちょっと音に気をつけてなきゃ。全然大丈夫です。全然大丈夫。ありがとうございます。ガシャン言うと思って、はい。こんなカチカチのサイコロ用意してるこっちが悪いんですよ。そうですね。言います。はい。二。二。二。これだけは許せない。許せない話。とかこだわり。ああ、これさっきマネージャーと共感したんですけど。何ですか。あの食べ終わったお茶碗水につけない人許せないって。うわー。カピカピになって。たまにいますよね。います。うん。同じですか。絶対につけます、楽やからね、楽やから、うん、一緒だ、はい、それがたまにいるんですよ。あと洗い物を次の日に持ち越す人、僕嫌なんです。私だ、あ私だ、私も。いやいや少数派になった、いきなりまさかの俺が少数派なんだ。俺が劣勢になることあるんだ。からついつい持ち越しちゃう時ありますよね、うん、いやめんどくさくて、いやまあね、明日でいいやとか。そうなんですよ。あともうちょっとしかない時とかも、いやこれぐらいならってありますよね。でもどっちみちせなあかんねんで。そうですよ、それはそうやで、はめ、はい、ためてやりたい。シンクにあのえ、もうその油、油もんのお皿とか水シャーってやって置いてるってことですか、はい、置いてます。うわ、チコさん何してんすか、チコさん。そうなんや。そうなんですよ。溜まってから洗うって、溜まってからある程度自分の中で洗うかってならないと、確かに進めないですね。あ、そうなんだ、はい、なんかすいません。これお俺側の人間がおらんかったらこの話盛り上がらんよな、これ。お茶碗であんなに共感してくれたのに。一時はなんか対決したのに。いや、俺だからいけると思ったよ。これ言う人やからいけると思って言ったらまさかの反対。急にささささって急に裏切って、すいません。特にその日洗わんことがあるのなら、うん、より茶碗はお水につけた方がいいですね。あ、そういうことか。なんか理由が違うかったっす。確かに。それじゃないからつけたい。信長ってこんな気持ちやったよなと思った今まで。痛んじ、痛んじすぎる。それでは最後に、ジゴさん、じゃあ最後お知らせ、はい、一つお願いします。はい、はい、改めて7月31日にリリースしました、はい、ソロファーストアルバム、コンティニュー、ぜひたくさん聴いてください。よろしくお願いします。はい、そして、そんなアルバムを引っ提げて、ゼップツアー開催中です。次は8月12日、北海道ゼップ札幌にて行います。はい、ファイナルは9月16日、神奈川県の KT ゼップ横浜で行います、はい。チケットは一般発売中ですので、よかったら遊びに来てください。はい、それでは最後にじゃあチコさんの曲もう一曲皆さんにお聴きいただきたいと思います。曲紹介お願いします。はい、では聴いてください。チコでインパーフェクトということでございまして、本日のゲストは歌手のチコさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アインシュタイン山崎ひろのヒート&ハート、私の一等賞ソング。このコーナーではリスナーの皆さんの一番泣ける歌、一番熱くなれる歌など一等賞の歌を送ってもらいかけたいと思います、はい、ラジオネーム姉もねさん、はい、ぜひ皆さんに聞いてほしいのは桑田佳祐さんの波乗りジョニーです、はい、メロディーの軽快さが夏の感じにぴったりの曲で、毎年家族に旅行に行く際に耳にするといつも夏の訪れを感じています、はい、もう少しで息子が社会人になるため家族旅行も少なくなるのかなと少し寂しさも感じます。はい、はい、それでは聞いてください。桑田佳祐で波乗りジョニー。アインシュタイン山崎ひろのヒート&ハート。
ボートレースインフォメーションのコーナーです。このコーナーではボートレース情報を毎週お伝えしていきます。今週もご紹介いただくのは高橋アナウンサーです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在ですね、福岡県福岡市のボートレース福岡でプレミアム G1 第38回レディースチャンピオンが開催されています。今日が開催5日目ということで、準優勝戦がね今開催中なんですけれども、いよいよ明日12日この第38回レディースチャンピオンの優勝戦が開催されます。このレディースチャンピオンはですね、年末に開催されるまあ実質的な女子の賞金王決定戦であるプレミアム G1 クイーンズクライマックスと並ぶ女子レーサーたちのビッグレースのうちの一つなんですね。プレミアムですよね。プレミアム。ちょっと言えてなかった。それやっぱりすいません、ちょっと僕もなんかいちいち言うのもなと思ったんですけど、あまりにもあまりにもひどいから、はい、早く通り過ぎられたんでプレミアムを。プレミアム。プレミアム。プレミアム G1。はい。プレミアム G1。プレミアム G1。プレミアム G1。はい。クイーンズクライマックスと並ぶ、この女子レーサーたちの2大レースというかビッグレースのうちの一つ、これがレディースチャンピオンなんですね。はい。一着賞金は1300万円ということで、女子レーサーたちが激戦を繰り広げる、この非常にハイレベルなレースになりますんでね、はい、ぜひご注目いただきたいと思います。そして、この熱戦、明日の優勝戦はですね、文化放送をはじめ全国のラジオ局で放送いたします。明日8月12日月曜日、ボートレースライブプレミアム G1 第38回レディースチャンピオン優勝戦実況中継、生中継でお送りをいたします、はい、ぜひお楽しみになさってください。はい。明日はボートレース福岡から私高橋正一が、あら、優勝戦の実況を担当いたします。あら、あのボートレース効果って街中にあるんですよ。はい、はいはいはい。中洲天神繁華街が間近ということでね、はいはい、あのボートレース福岡で楽しんだ後は、はい、福岡グルメをですね、美味しいですからね、ぜひ堪能していただきたいと思います、はい。そしてですね、現在2026年4月デビューのボートレーサー募集しております。ボートレーサーの平均年収1900万円、15歳未経験からチャレンジできるプロアスリート、あなたもぜひ目指してみませんか。ボートレースは女子も男子も同じ条件で一緒に戦う他にはないプロスポーツです。募集期間9月6日の金曜日までとなっています。なおボートレースの養成費は無料です、はい、詳しくは新ボートレーサー募集で検索していただいて、ホームページをぜひご確認ください。はい、以上ボートレースインフォメーションでした。ごめんなさい。私が映っちゃいましたかね。すいません、伝染しちゃいました。乗り移られた、乗り移られた。すいません、すみません、私のせいです。すみません、マサイさん影響及ばないでください。すみません、ここ噛んだことないのに。初めて。すみません、すみません、気をつけます。申し訳ございません。どうも。以上ボートレースインフォメーションでした。さあ、エンディングでございます。最後にメッセージをいつ紹介したいと思います。ラジオネームビターキャラメルさんからいただきました、はい。皆さんは旅先でのルーティンはありますか、はい。私はまずチェックインをして部屋に入ったら荷ほどきをして洗面台クローゼットに、家族の荷物を配置していきます。丸々どこと聞かれたら即答できますと、そして、空気清浄機のチェック、昔フィルターがあまりにも汚かったのでフロントに電話して交換してもらいました、少々神経質ですが、せっかく高い宿泊費を払うんだからいいですよね、かっこ笑いと、これが通用するのは国内だけですかねと。皆さん旅先での思い出があれば、教えてください。夏場で気をつけてください。これからも応援しています。はい、どうですか、ルーティーン、ルーティーン、はい、何やろうな。でも入浴剤買っていきますね、コンビニで。へぇ、わかる。おぉ、そう、借りたいから絶対入れますね。うん、真っ先にクーラーぐらいかな。あぁ、へぇ、冬でも、冬、さすがに冬はいれへん、迷ういやいや、その厚着してるから館内が暑い時とか、あれ暖房効きすぎる。はい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 、確かにね、ムワッとする時ね、スラクーラーはあるかな。冬でも、何やろうな。あとは俺 Bluetooth のスピーカー持っていくから、それをまず部屋のどこに置くか。ああ、無音が嫌やから。
グアムで夜中3時に爆音で10フィート聞いてた時にあのスピードか俺の隣の部屋でいやあんな壁薄いと思ってなかったあるほかにあれ、なんか私お清めの塩スプレーみたいなのあるじゃないですか、あのお伊勢さんの ね、あれをなんとなく振ります。へえ、シュー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 って あのあれどうしてますか皆さん。いやいやちょっとそんなポーズになってますけど、たまたまあのベッドのこの全部中に入れてるじゃないですか、ベッドメイキングされてるね。あれも一回全部全部剥がす。あれだから出してあかんのかなっていうぐらいすっごい入ってるから。まあまあやっぱりベッドメイクをする上では、まあ、あれがやっぱ綺麗に見えるからな、ね、うん、あれだから寝返りの時とか冬場でも俺足元だけ逆にあの布団の5分の1ぐらいはあの中に入れてる状態、足元。へえ、ほんなら布団剥がれへん。ああ、え、でも寝返りは？あ、だから緩めに入れる。ちょっとだから大きい寝袋みたいな状態にしてる。はいはい、なるほどね。空気清浄機ね。ああ。Wi-Fi ね。ああ。あんまりそうやな。部屋にほとんどおらんねんな。ん？え、だいたいそのご飯食べに行ったりして、夜中帰ってきて、風呂だけ入って、寝るだけやから、あんまりルールないから。でも私枕使わないんですね。え、どうしてんの？もう使わないで寝てます。え、あー、枕なしでね。枕なしで。タオルとかもなしなしで。え、普段は普段から、普段はあのお家で自分で作ったオーダーメイドの枕を使ってるんですけど、私割とあのそんな高い枕が合ってないんですよ、はい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 、だから多分大体のホテルって結構ふっくらした枕じゃないですか。あれなんであれがいいんやろ。で、あれ高すぎるから、俺もあれ言うのよ。もうちょっと一回どかして寝てますけどね。ふっくら、いやでも使うな。僕普段2つついてるじゃないですか、はい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 、あれもダブルで使ってます。え、どういうこと？だから体もちょっと乗せてるぐらい。え、どういうこと？あ、え、頭に1個、頭に1個で顔乗せてるやんか。そので顔上に1個で挟んでるってこと？どういうこと？ハンバーガーみたいにしてる。なんでそうなったん？え、いや、2つ使うって言うの。いや、1個は敷いてるやろ。敷いてる、もちろん。ほんで頭置くやん、うん、ほんで顔の上に枕1個置いてる。なんでなんそれ、敷いたことある。体に敷いてるって言ってるやん。肩とかね、肩とかも乗っかれるように。ああ、上半身そうってことで、1個肩にして、ほんで顔に1個乗せて。それ なんで俺の顔に枕置きたい。死ぬってそれ。じゃあやってないの？肩とか乗せてる方がいいって言わへん？でもそういう枕もありますよ、肩まである。まあ、体型とか背骨の形とかによんねやろ、うんうん、すごいそうしてますけど。皆さんも夏バテ気をつけてくださいということでございますので、このビターキャラメルさんもね、気をつけていただきたいと思います。さあ、ということでございまして、番組では皆さんからメッセージをお待ちしております。メールアドレスは hh@joqr.net、 hh@joqr.net までお願いします。また番組公式 X のフォローもお願いいたします。ハッシュタグひたあとで皆さんからの投稿をお待ちしております。普通たコーナーメールを読まれた方の中から抽選でステッカープレゼントいたしますので、住所、氏名、電話番号書いてじゃんじゃん送ってください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。アインシュタイン、山崎ひろなヒート&ハート。この番組はボートレース振興会の提供でお送りしました。